疲れ様です。お疲れ様です。何の間なんですか。いや、入院しとったやん。はい。復帰後初の収録日やん。はい。一人やん。いや、ただ単純に加藤亮が仕事で遅れてる。なんでな。あの、ちょっと時間があるんで、うん、時間しかないよ今日は。ちょっと一個企画をやりたいんですけど、直樹さんが、うん、結構曲をコピーするの得意じゃないですか。割と覚えるのは早い方かもしれないね。なんで今日はちょっとそれを試したいと思います。試したい。一体高嶋直樹が全く聴いたことない曲をどれぐらいの時間でコピーできるのか。オリスト YouTube。 一応、まあ、フルでやる必要ないと思うんで、イントロから1番まで、はいはいはい、やってもらおうと。サビの終わりまでってことね。そうですね。できそうですか。いや、できそうか分からんけど、一応ね、あのラジオの仕事してるんで、うん、いろんなジャンルの曲は聴いてる方なんで、うんうんうん、まあ、よっぽどなんかこう難しい曲じゃなければ、うん、できると思いますけど。え、耳コピってことでしょ。そうです、そうです。あー、コードも取るってことね。そうですね。頑張ります。はい。そのイヤホンをつけてもらって。こういうこと。そうですね。はいはいはい。で、一応 YouTube 上人の曲をかけれないんで。ああ、そういうことか。コピーしてもらいたい曲は、クレナズム。なんだって。クレナズム。クレナズム。クレナズム。このクレナズムっていうバンドが福岡出身なんです。へえ。なんでぜひともちょっと親近感聞いてもらいたいんですけど、はい、いいですか。はいはい。はい、ください。では流しまーす。うん、あー、めちゃめちゃ好きな系です。あ、本当ですか。はい。こういう系統のバンドをやるのは合わないんですけど、うん、見に行ってました結構ライブハウスに。おー。あー。いやいや、そんな感動しよる場合じゃないじゃんね。そうですね。これ爆速でコピーするじゃんね。そうですね。一応歌詞は、はい、こっちで用意したものを見ていいんで。歌詞見ていいと嬉しい、うん、でもこの手は好きなんで、はい、割と嬉しいかもしれない。お、ただメロディーを覚えない感じだね。そうです ね、 ね。ちなみに今時間が8時5分なんで、最低1時間以内にコピーしてもらえればと思います。いけます。はい、それではコピースタート。ちょっと待って、まずはキーだな。こういうのはまずキーから。うわ、でも意外ともう10分経ってる。え、マジっすか。マジっす。鼻かんできていいっすか。え、いいっすけど。え、ちょっと20分かかる。30分しか経ってないっすよ。いや、忘れそう、忘れそう、やばい、忘れそう、忘れそう。いけそうですか。うん、最後だけかな。ちなみにですね、うん、ツイッターアカウントあるじゃないですか、うん、それでツイートしたら、クレナズムメンバー本人からいいね来て。マジ？これを撮って、うん、ツイッターにアップすれば本人たち見るんじゃないかなと。見てほしいけど、なんか怒られるかな。あの、まだ退院して1週間経ってないんで、本当はもっとスッキリした鼻なんですけど。いきます。わかっていたはず。
最後っていうか他も多分違うんでしょうけど、ちょっとあれミスったね。歌方歌方こう書いたよね。いやでも35分弱ですね。33分ぐらいですね。この企画面白いね。だって僕素敵な曲を覚えられるし、動画にもなるし、ていうかまあそのすごいかどうかはちょっと分かんないんですけど、かなりやっぱりキャッチーというか、耳に残るいい曲だからこれが実現したっていうのは大いにあると思って、で結構そのなんだろう、悪嫌な言い方をするとベタというか、すごいどこにでもありそうなコード進行なのに、その進行でこれだけ素敵な曲を作ったりっていうのはやっぱすごいですよね。なんかこうどんどんね上手くなっていくと、おしゃれなコードとかに走ってしまいがちというか、ギターしてる人ってさ、でももうほんとシンプルで、まあ、僕はあえてちょっとキーが E の弾き方でしたので、ちょっとギターが初心者の方には弾きにくいコードだったかもしれないですけど、割と初心者の方も弾きやすいコードで弾けると思います。はい、ただクレナズムさん、本当のコード知らないので教えてください。よろしくお願いします。そして失礼しました。結局、はい、中島直樹は聴いたことない曲をコピーするのに33分かかる。ゾロ目ということでした。以上、オリスト YouTube でした。名曲に限る。せーの、本によかよかまた今度それオリスト YouTube。 はい、いいよ。え？です。また見てねー。